かやのしげじたにアイヌ資料館におけるイナウ。ピラトリ町、北海道イナウは、アイヌの細部の一つ。カムや先祖と人間の間を取り持つものとされる。強いて言えば、神道におけるミテグラに相当するが、それよりも、く物としての性格が強い。イナウの形状はミテグラに酷似しているが、一本の木の棒から、すべて削り出している点が、ミテグラとの違いである。 イナウの用途は、神への供物である。アイヌの人々はカムイに祈り、願う際にイナウを捧げる。それによって、人間側の意図するところがカムイに伝わり、カムイの側も力や徳を増すと考えられていた。また、新しくカムイを作る際、その衣や刀や槍などの材料とするといった用途も、あった。イナウはカムイも知り、 カムイマサーミの世界には存在しないものとされる。このような細かい工芸品は手先の器用な人間のみが作成可能でカムイは人間から捧げられる以外入手方法がないのである。イナウの多様性はカムイの多様性を表している。カムイによっては定まった樹脂を好む。典型的なイナウは直径数センチ程度の樹木を素材とし、 表面を薄く削り出した棒状の木毛を持っている。木毛は大別して、長、短二種があり、形や削り方で、さらに細分できる。稲ウには、性別があり、木毛を寄るか散らすか、根と小のどちらに向かって削るか、軸の上端を水平に切るか、斜めに切るか、など、形によって表される。北海道では、捧げる相手と異なる性別の稲卯を捧げる方が、 良いとされる。イナウの材料は自然木である。材料となる木をイナウネにと呼び、通常はすすが使われたが、ウトカンニアシケレペニで作られたものが上等品とされていた。木肌が白い水木のイナウは天界で銀に、木肌が黄色い木肌のイナウは金に変わると信じられていたからである。イナウ作りはアイヌの男の大切な仕事の一つとされ、 重要な祭礼などを控えた日には、祭礼の行われる場所に、泊まりがけで集い、稲を作成したという。特にヨマン手や、知世のみなど重要な儀式には大量の稲が必要となるため、準備期間のかなりの時間が、稲削りに費やされた。稲を作るには、直径が3センチメートルほどの蘇生が良い柳や、水木の枝を採集し、だいたい70センチメートルほどの長さに切る。 そしてきれいに皮を剥ぎ、木肌をあらわにして乾燥させる。乾燥させるのは、木肌を薄く削る作業を容易にするためである。十分に原料の枝が乾燥したら、先に木片を刺した小刀を使い、木の端の方向に薄く削る。削る、作業の繰り返しで、あたかも枝の先に木片の房が下がる形にするのである。稲ナウの種類によって作り方も異なるが、 乾燥させた素材を小刀で削り、木片を下げさせる工程は、変わりがない。稲を作成する際に出た削りくずや余った材などは、そのまま捨てたりせず、集めて、火にくべて燃やし、カムイの世界に送る。削った際に出た、破片一つ一つもすべてカムイになると考えられている、ためである。神の衣や刀にする、稲うき家、イオマンテや、チセノミに使用する。 20個ほどのイナウを束にした、白マイナウ、非常に簡単に作れる略式のチホロカケプイナウなどがある。ありがとうございます。